はい、ノリ動画サブちゃんへようこそ。はい、久々にですね、Vlog ではなくてですね、作業動画を今撮影しております。時刻は今4時15分ぐらいです。で、今日はですね、今ちょっと水に濡れてしまう作業のためですね、マイクはつけてません。GoPro のマイクだけでやってますんで、ちょっと音声がですね、あまり良くないかもしれません。ちょっと少し大きめの声で喋ってます。はい、はい、ということでですね、今日は柑水ですね。今もうイチジクの方の収穫、出荷の方が始まりまして、もう気温がですね、梅雨明けてから連日の30度を超える、もしくは35度ですね、超える猛暑日となっておりまして、まあ、変な話ですね、お盆に入るぐらいまでですね、梅雨の、まあ、影響もあってでしょうか、結構雨も降ってですね、いい感じで潤ってたんですけど、今、もう梅雨明けてからすごいですね、乾燥しているような状態になりますので、で柑水をしてるんですけども、他の畑ですね、この 15R とか 10R とかは、まあ、川がですね、周りにありまして、柑水するのはまあ非常にですね、便利なんですけども、黒いちじくの畑ですね、あの雨よけハウスをしているところは、実はあの周りにですね、川がほとんどないんですよ。まあ、ないというか、あるんですけども、ほとんど水が流れてなくて、まあ、ポンプが動いた時だけですね、水が流れるんですけども、ただそのポンプが動くのは、いつか私も実は知らないんですよ。まあ、いわゆる管理しているところが、うちの在所とは全然違うところがやっているので、誰がポンプを動かすかっていうのも全然分かっておりませんので、いつ水が来るのかっていうのは見に行かないと全然分からない状態になりますので、今日はですね、こちらの方のタンクにですね、水を入れて、これをポンプでですね、水を撒くような形をとってます。こちらのタンクですね、500リッター入りますので、こちらあの 15R の畑の、はい。こちらの水入れ場っていうか、ここがですね、ちょうど用水になっておりますので、今ただですね、水流れてません。ただ、あの、ポンプで電源を入れると地下水を上げる仕組みになっているので、ここから水を出して、それをこちらのタンクの方に移して、巻いていきたいと思います。多分ね、あの、1000リッターぐらい巻いただけじゃ、もう全然焼け石に水なのかなというふうに思っておりますので、まあ、何往復かしてですね、水を巻いていきたいと思います。本当にですね、今黒いちじくの方は全然あの柑水ですね、やってない状態になります。まあ、先ほどちょっと様子を見てきたんですけども、特に枯れている、まあ、下葉は少し枯れてきてはいるんですけども、まあ、この後ですね、行った時に、映像をお見せしたいと思うんですけども、一旦あの全然実のついてない木あったと思うんですけども、かなりですね、あの辺バッサリ落としてですね、まあ風通しを良くしてですね、すっきりさせて置いたはずなんですけども、今見に行くとすんごい茂ってました。びっくりしました。こんなに伸びるのっていうぐらい短期間に伸びているような状態になっております。水をタンクの方に入れていきたいと思います。
ではではですね、水の方がこれでいっぱいになりましたので、じゃあ今から畑の方に行きたいと思います。はい、ということでですね、今黒いちじくの畑に来ました。中の方はそれほど草は生えてないって言いましょうか。もう周りの方がすごいですね。でちなみにこの黒いちじくの畑、今もうここ早生だったんですね。根刈り終わってますが、はい、ここにちょっと濡れてるんで、先ほど朝見に来た時も濡れてたんですけども、今いつ水を流してるかなんですよね。ここに水が来てれば、ここからねポンプでそちらに水を送ればいいんですけど、今も来ておりませんので、今このタンクでですね、とりあえず500リッター今1回目ですね。先ほども言いました通り中ですね、はい、こちらの方の手前ですね、この木がもう実が全然なってないので、かなり、伸びてからですね、ものすごい強剪定をして、こちらですね、雨よけハウスを張った時にはだいぶすっきりしていたはずなのに、今来るとですね、すごい状態になってます。また新たに出てきてるんですが、出てきているやつにもやっぱり実がない。新しく出てきているのにも、この辺の脇芽も半端ないですね。もう天井に届きそうです。この辺もすごい、あれだけすごい脅したんですけど、これだけ今伸びてます。もう中がですねちょっと暗いぐらいですね。で今下場の方はこんな感じで、若干枯れてはいますが、全然問題ないですね。ただ下の方の土もうひび割れてきてますね。本当にこれ梅雨の雨以来ですね、ここは全く水をやってない状態になってます。ただやっぱビオレ強いですね。全然知らん顔して、ドーフィンだとですね、これだけ乾いてしまうと水をやるとですね、てかすごいしおれてくるはずなんですけど、もうビオレ全くそんな感じがしません。ただ天気予報上はですね、まだ1週間以上雨が降る予報が出ておりませんので、さすがにですね水をやらないとまずいなということで、はい、冠水ですね。もう昼間だと暑くて、水をせっかく撒いても半分は蒸発してしまうんじゃないかということで、涼しくなった夕方からやり始めようということで今来ました。中の方はやっぱ草が、影になっている部分もあるんでしょうね。全然生えてないですね。ではですね、巻いていきたいと思います。巻いこっちゃ水をですね、灌水していきたいと思います。ちょっとまず、出ましょう。この木本当にすごいなぁ。全く実がついてないけど、枝が半端ない。よし。では、どうやってやろう。カメラの置く場所がわからない。はい、ちゃんと映ってるのかな。すいません、ちょっとこのアングルでやります。
はい、とりあえずですね、今約500リッター巻きました。まあ全然ですね、もう焼け石に水状態になりますので、これからですね少しピストンをしてですね、水を巻いていきたいと思います。はい、まあ夕方とはいえですね、今だいぶ曇ってるので、作業的にはやりやすくはなっておりますが、まあ暑いは暑いです。私の方のチャンネルではイチジク栽培に関する動画をアップしております。もしよろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。